今日の YouTuber さん紹介ですけども、年金一人暮らしペコリーノさんのチャンネルを紹介したいと思います。40代、50代の皆さん、インターネットが苦手なんて言ってませんかインターネットは若い人のものだと思ってませんか明らかに私たちよりも年上の人が YouTuber として活躍されています。それが年金一人暮らしのペコリーノさんのこのチャンネルですね。ご覧のように、 295本の動画なんですけども7.15万人7万人以上のファンの方がいらっしゃるんですねすごい人気チャンネルですよしかも日本語の説明書きとともに英語もちゃんとね翻訳してここに貼り付けてらっしゃるサムネイルもかなりね興味深いあ失礼しました興味深いですよねゲップが出ちゃいましたねなんかねではっきりとこれ クリックしたくなるような内容に仕上がってますよ。66歳、シワがない理由。これクリックしたいですよね。確かにシワがない。ね、YouTube の収入はいくらこれ知りたいでしょ ?3 ヶ月で420万再生ですよ。例えば1ヶ月前の動画4万回。1年前9.2万回。そしてこの意味深なタイトル。857万回再生。61万回再生。ヒットの連発ですよ。 私と違って全部ヒットしてます。すごいですね。で、チャンネル登録も、まあ、10万人はいかないんですけども、7万人いらっしゃるんで、大人気ですし、それに対して上げた動画の本数が300本いってないですからね。かなり楽しんで YouTuber 活動されてるんじゃないですか。15時間前の動画がもう1万回突破してますし、3日前の動画3万回です。私みたいにね、毎日ね、20本も30本も動画上げてません。 やっぱり魅力的な人生をね、歩んでこられたのかなと思いますし、で、66歳の人のね、リアルな年金生活がどんなものかやっぱり知りたいですもんね、私たちね。いや、そういった意味でね、あの、勉強させてもらうために、なんと言いますか、このチャンネルいいんじゃないですか概要欄に URL 付きときますので、ぜひね、俺も YouTuber になるぞっていう風に思う方、 見てみてください。多分、あ、これだったらできそうかなっていうふうに思えると思います。で、私の見立ってたところ、この方のね、YouTube の報酬って多分年金以上出てますよ、きっと。これだけの再生数があれば。いや、本当にね。いや、すごい方だと思います。ね、シンプルではあるんだけども、しっかりと訴えかけるようなタイトルになってますよね。はい、じゃあ今回は、 以上です。